若い女性が手に持っている焼き物の器の中身に男の子が熱い眼差しを向ける様子を描く江戸時代の浮世絵版画。1844年から47年頃の作。三代歌川豊国のあつらえ織、東勢島、金華島。男の子が女性の足に手をつき、腕にも手をかけてじっと見つめている。白い地に青い色で絵付けを施したお皿の中の白と赤で彩られた魚形の菓子は金華糖。これは白い砂糖を練って形を作り、筆で色をつけたお菓子です。江戸幕府によって砂糖の国内生産が奨励され、おやつの時間に甘いお菓子が食べられるようになった。新しい時代の暮らしの描写で目を引く本作は、背後に示される矢がすりの模様をつけた着物の生地の宣伝用の作品でもあったようです。